烏山神社の、はい、正確なタイトルごめんなさい、あの曲も本当に、あの加藤さんの本を読ませていただいて、そこに書かれてた、烏山神社の椎の木のエピソードで、はい、で僕は、まあ、烏山に住んでたこともあって、あ、そうなんですか、はい、それですごくそういう自分の身近な地域でそういうことが行われたということが、やはりなんかすごく衝撃 でしかも地元ではほとんどあんまり誰もが喋らないようなそういう歴史になっていたの でもちろんあの関東大震災の時の朝鮮人のとか中国人への虐殺っていうのはどこの場所で行われていたって、それは本当にひどい話なんですけども、ただやっぱり自分の住んでる場所でも起こっていたということがなんかもっと衝撃の度が僕の中で強くて、そしてやはりそういう自分の町で起こっていたということでなんか歌いたいなっていう気持ちがすごく強くなったんです。あのやっぱり地元の自分の地元で足元で起きていたっていうのはすごくあの証言を見ていてこう発見すると衝撃なんですよね。そうですね、はい、昔あの横浜市であのその虐殺のことを記述した副教本に噛みついた自民党の市議が、虐殺なんていうことはナチスとかポルポトに使う言葉で日本ではないって言ったんですよね。で全く理屈になってないと思うんだけど、やっぱり逆に言うとそれだけ足元に起きてること起きたことっていうのは本当に認めがたいですものね、はい、なんかだからあのちょっと大げさな言い方するとやっぱり自分の身近では起こっていないこととして誰でも受け止めたがるっていうか、なんかそれはちょっと特別な場所で起こったことだとか自分の住んでるところとは違うところで起こったっていうふうに受け止め、もちろん その前にそういうことがなかったというような人すらいるんですけども、でもその事実を認める人の中でもやはりそれはちょっと自分の普段いる場所とは違うところで起こったんじゃないかというふうについ思いがちなんですけども、でもそれっていうのは本当にどの場所でも起こるし、でやっぱりその自分の住んでる場所で過去起こったということは今の時代もこれからもなんか本当にどこか特定の場所で起こるんじゃなくて、どんなところでも何か あれば繰り返されるんじゃないかなっていうものすごい恐怖を感じましたね。そうですよね。あの僕はあの2007、8年ぐらいだったと思うんですけれども、あの関東その朝鮮人虐殺のパネルを見ていたときに、その中に高円寺で の事件のことがですねちらっと書いてあったんですよね。でそれ見たときに本当にあの衝撃を受けて、あの9月東京の路上でも、はい、そのこと触れてますけれども、はい、あの留学生が軍隊に連れて行かれたっていう事件があるわけなんだけども、ちょうどその頃って僕あの高円寺で韓国人の若い友人といつも飲み歩いてたんですよ。だから頭の中でその留学生がその殺されかかってっていう読んだ時にもうその友人の顔が浮かんで、しかもいつもいる高円寺じゃないですか。だからそういうふうにこうなんていうんでしょうね、その朝鮮人虐殺の証言を見ていると本当に高円寺だったり亀戸だったり神楽坂とか全くそのこう町のイメージからはもう想像できないようなことが起きている、各地で起きてますよね。全部それは自分が暮らしてたり遊んでたりする町であって、その衝撃っていうのはやっぱりずっと証言読んでる時にあったので、それをなんていうか共有できたらなっていうのがやっぱりあったんですよね。だからやっぱりそういう意味ではやっぱりその中川さんにとってもやっぱり烏山っていうのが地元の足元だったっていうことなんですね。そうですね、そこに自分がずっと長い間住んでいながら、やはり自分でもちろん調べなかったということもあるんですけども、本当にいつも歩いている場所とかそういうところでそういうことがあったのかっていうのはなんかものすごくそれは衝撃 でやはりあの加藤さんの本読んで、その烏山のエピソードがものすごくなんかすごく強くこう心に来て、でまたそのエピソードそのものが烏山神社の場合は、その神社に椎の木が12本立って、うん、どういう経緯で立ったのかっていうことがものすごく、まあ、謎というか、まあ、いろんな説があって、
でなんかそれを、まあ、加藤さんの本を読んでそれをこう解明されていて、うん、でそれを読むともっとなんかあの、うん、怒りが出てきたっていうか、うん、あすごいことがあったんだなっていうふうに思って、うん、でついついあのそういう犠牲者を追悼するために植えられた木だと思ってた人も多かったかもしれないけど、うん、真相はそうじゃなかったということがまたそれもすごく衝撃で、だからそういうことで、まあ、自分が住んでいた場所ということとそういう、まあ、あの変な形だけどやっぱり一つの歴史の捏造というか、なんか変な風にあのその植えられた木がうまく利用されているというか、なんか、うん、すごい使われ方をしているなということがあの ものすごくそれは心になんか残って、でなんかそれを歌にしてみたいなっていう気持ちに強くなったんですよ、ね、僕はあの曲で最後にあの僕は C の木をぶった切ってやりたいと思ったっていう、はい、あれがすごく強烈な印象があって、その未だに考え込むんですよね、うん、そのどうすればいいんだろう、ぶった切るってどういうことなんだろう、その一種のそのなんていうかな、あのいろんな思いを込めた表現だと思うんですよね。ぶった切る、どうしたらぶった切れるのか、そのなんて言うんでしょうね、ぶった切るとはどういうことなのかとかね、あそこでいつもぐるぐる考えちゃう、はい、すごく強烈な言葉だと思いました。 あれはね、だから僕の中であの、まあ、事実をずっと歌っていくそういう物語歌としてあの歌を歌ってる中で、一番最後だけはやはり自分のなんか感情を持ち出してしまって、そしてそれをまあ C の木をぶった切るっていう風な形でね、歌詞にしてしまったんですけども、でそれはまあ単純にその今烏山神社に残っている C の木を切りたいっていう、まあストレートなものじゃなくて、その C の木が象徴している歴史を捏造したり、歴史をすごくこう都合のいいようにみんなが利用しているっていう、なんかそういうことをまあ言いたくて、でそれをまあその残っているシンボルである死の木をぶった切るっていうことに歌詞を作って歌ってたんですけど、でも地元の人が聞いたらやはりあれはものすごく傷つくっていうかね、あのなんかものすごく複雑な思いになるって言われて、でもちろんその烏山の中でもあの死の木のがどうして植えられたかとか何であるのかっていう説がね、やっぱりいろいろあって、でまあ加藤さんがいろいろ調べて書いてくださったんだけど、その昔からもう地元の人に聞いたって、あの聞く人によってもう話が違っててね、だからあのその地元の人の中ではものすごく複雑な思いがあって、もともとはそういうあの加害者の自警団員の人たちが村に戻れたことを祝って、まあ、植えられたものだったのかもしれないんだけど、その歴史の中でいつの間にかそこに犠牲者を追悼する意味も入ったんだよとかいう人もいたりすると、なんかあんまり単純にその死の木をもうなんだろう、そういう悪のシンボルにしちゃってね、でぶった切るっていう自分の感情をこう歌詞にしてしまったことをあのちょっとこうなんか、うん、揺らぐ時もあるんですけどね、うん、あのあそこの事件が、まあ、烏山神社があって、はい、その旧甲州街道 の、はい、あの実際に事件が起きた場所、はいはい、大橋場のとこですね、あそこにあの、はい、こうあのなんていうんでしょう、当時の碑がありますよね、はい、鉄のね、あの寺尾佐保さんのエッセイの中に、はいはい、寺尾さんが実際にその、はい、その何て言うんでしょうね、郷土史家の人にお話を聞いて、はい、話を聞かれて言ってね、はい、あれを読むとあの日の中にはその、殺された朝鮮人への供養の何かも入ってるんだというようなことが、はいはい、言ってますよね、はい、まあ、それがどういうことなのかちょっとあれだけではよくわからないんだけども、はい、それはまあいろんな複雑な思いというものがそこにはあるだろうなとは思いますよね、はい、あのだから現場の後には黒い大橋場の跡っていうなんか柱と、その横にお地蔵さんがあって、なんかそれもあのどういう理由でそういうのがあるのかっていうのがなかなかわからないので、うん、でもなんかそこに行くとあの
なんか、うん、あったんだなっていうかね、うん、なんかそういう思いにはなりますけどね、うん、寺尾さんはだからその当時起きどういうふうに当時の人々がその事件を総括しようとしたのかっていうのはよく結局分からないっていう前提に立って、でも何も事件の後がそのをその痛む記憶するものがないっていうのはやっぱり良くないんではないか、はい、せめてその鳳仙花の、はいはい、花を一つでしたっけ、ええ、そういうふうに結んでますよね、はい、そうですね、はい、あれもすごく僕は印象的な答え方だな、うん、なんて言うんでしょうね、だから烏山神社が象徴しているのって事件そのものとその事件をどう受け止めようとしたのかっていうことを当時の人たちがそのが象徴されていて、それに対してその今の我々の時代の私たちがまあそれに対してまた新たに答えるっていうところで、多分その中川さんのぶった切ってやりたいっていう表出だったり、寺尾さんの花を多分植えたいっていう言葉だったりすると思うんですけど、うん、だからやっぱりそのすごくはっきりと、うん、あれは正しかったとか間違いとかいうもう2つにこう分けて考えるんじゃなくて、こうその地元の人たちの気持ちっていうのはなんかもっと複雑なものがあって、うん、なんか言いたくて言えないとかつい黙ってしまうみたいなところもあったかもしれないななんていうことは思うんですけどね。ただまあ自分は歌にする上ではやっぱりもうはっきりとその椎の木をまあ悪者っていうか、やっぱりその自分たちが絶対それは受け継いではいけないものの象徴として歌いたいなというふうに僕は思ったので、うん、だからなんかそういう歌詞の作り方をしてしまったんですけどね。もう一つ僕はあの歌ですごく印象的だなと思ったのは、なんて言うんでしょう、決してまあいろんなその詳細なディティールが歌い込まれてるわけじゃないんだけれども、あの時甲州街道をその新宿駅 その要するに地震で壊れた新宿駅の補修のために向かった労働者たちだったわけですよね、はいはい、襲撃された彼らはそういう意味では、まあ、それこそ今のコロナ禍でいうとエッセンシャルワーカーとも言える、ね、はい、もちろんそれはその非常に当時の植民地支配の下 その差別構造の中にいるんだけども、でもこの社会の中で必要な仕事をしてた人たちだったわけじゃないですか、はい、そういうこの社会の中にいるその人たちが現にそこにいて新宿に向かおうとして、でまたその新宿とか烏山とか僕らがよく知っている地名の中にそういう人たちの姿が歌い込まれていて、それがそんな風にその全くその不条理に殺されてしまった、その朝鮮人だからっていう理由だけで殺されたっていうことがすごくこうなんて言うんだろうな、当時の情景を蘇らせてることで改めてこう感じることができる歌になってるなって思うんですよね。なんかね思うんですよ、そのどうしてもそのこう、まあ、今日もですね、横浜町公園の式典で、はい、出られたんですね、まあ、ずっとその、はい、いろいろお手伝いしてたんですけれども、まあ、虐殺はなかったとかね、まあ、もっとひどいのになるとその朝鮮人こそが日本人を虐殺したんだというのはもうめちゃくちゃなことを言う連中がいて、まあ、それをまあサポートする政治家や、まあ、都知事がいるという状況があって、そういう人たちとまあまあ、なんていうかな、そういう人たちを押し返さなきゃいけないっていう必要があるから、もう虐殺否定論がなぜダメかとかね、そんな話をずっとしてきたんだけど、本当はそんなことはもう前提であって、うん、本当はなんて言うんでしょうね、まあ、あの事件からどういうことを学べるのか、学ぶべきなのか、何を受け取るべきなのかっていうこともたくさんあると思うし、一つの方向としてはですよね。でもう一つの方向としてはやっぱりそのあの時どういう人がいて、どういう人が殺されたのか、殺されたのはどんな人だったのかっていうことを、その本当に何ていうか無数の事件があったし、そこに無数の人々がいたわけですよね。名前が残ってる人は本当にその一部であって、そういう人たちの姿をこう想像力の中でこう取り戻すっていう作業が本当はやらなきゃいけないこと で、ね、本当にいつまでも歴史修正主義に関わらなきゃいけないっていうのはもううんざりだなっていう思いがしながら今日いたんですよね、うん、
加藤さんの書かれたトリックも読ませていただいて、やっぱりなんか向こうっていうか、その虐殺なかったとかいう人たちは、同じ土俵にね、自分たちと同じ土俵に引っ張り込もうとして、その虐殺はあったというのはもう当たり前の話なんだけども、いかにもそのあったとしてもほとんどなかったとか、あるいはそういうのはデマだっていうふうな、もう本当トリックっていうかね、嘘とごまかしのところが、いかにも虐殺がありましたっていう事実に対抗できるみたいな形でこう言ってきてるから、やっぱりそれは全然もう釣り合わないっていうか、話にならないことなんだけど、なんかそれを向こうがうまくやって、そうすると知らない人はあったかなかったかっていう、本当にこう2つの対立が成立するかみたいに受け止めてる人たちすら、まあ知らない人は思ったりするから、それってものすごく恐ろしいことだなと思うんですよね。そうだと思うんですね。でやっぱりそれがやっぱりこう半ば成功しちゃってるっていう面もあって、 そうですね、はい、それをどうにか押し返していくっていうようなことがこの数年間あったような気がするんですよね。で今回、まあ、東京都の人権審査会がヘイト認定を出した、はいはい、ヘイトスピーチであると、はいはい、であの時やっぱりその要するに民族差別の意図を持って、差別を扇動する意図を持って、こういう虐殺ヒテロンとかね、そういう演説を彼らはしているんだと、いうことを、まあ、はっきり認定したわけですけれども、本当にそのなんて言うんでしょうね、こう2つの説があるとか2つの立場があるとかってことじゃなくて、全く歴史的に虚偽なことを、しかも差別を扇動するために言ってる人たちがいるんだっていうね、こういう前提にもうどうにかもうようやく近づいてきてる、そういう方向にどんどん行ってほしいなと思うんですよね。でこの人たちをじゃあどうするのか、こういう集会をいつまでやらせておくのかとかね、そっちの方が議論のなんていうかな、真っ当な議論であって、どうにかそっちに近づいているのであれば良いなと思ってるんですよね。あともう一つ、この間改めて自分自身がそのトリックっていう一冊の本まで書いておきながら、今更って言ったらあれですけれども、虐殺否定論っていうのはね、その結局朝鮮人が放火をやったとか井戸に毒を投げたとか、そういうのは事実なんだと、だからそれに対して正当防衛で日本人が殺したんだから虐殺じゃないんだと言ってるわけだけども、それはレイシスト、そういうこと言ってるのはレイシストなわけじゃないですか大体ね、はいはい、というくらいの理解だったんだけど、よくよく考えてみると、そのなんていうかな、朝鮮人が一人でもその犯罪をやったやつがいたっていうことさえ証明すれば、それが殺してもいい理由になるっていうふうに彼らは思っているし、受け手の側も、ああそうなのか、じゃあそれは仕方なかったなって思う、もうそれ自体、そのロジックの中にもすでに民族差別があって、殺してもいいやつらなんだっていう、その当時と同じロジックが あるんだということに、最近つくづくそのことをもうちょっと強調して書いておけばよかったなって今思ったりしてるんですよね。だからやっぱりなんか僕たちが歴史をちゃんと見ようとしないっていう、そういう流れがいつの間にかできちゃって、で事実に向き合うことなしに、なんか本当にとんでもない言説が流れたとしても、あそれもありかなみたいなことで、なんとなく本当みたいに思ってしまうっていう、だからそれはもうちょっと話飛んじゃいますけど、今の新型コロナウイルスの感染拡大の状況にしても、ものすごくとんでもない説が流れて、それをまことしやかにこう言う人がいて、それをそうだそうだって信じる人がいて、でもそれはやはり今のその新型コロナウイルスのことについて少しはこう自分で知ろうとしたり学習したりいろいろ努力をすれば、そういうとんでもない言説っていうのはもう存在しないんだということにすぐ気づくはずなのに、だからそれと同じように、そういう歴史的な事実もなんか本当にこういつの頃からかこうそれをちゃんと見て学ぶとか、歴史どうだったのかっていうことをしなくなって、もちろんそういうふうにしなくしているなんか大きな
まあ、権力がそういうことを歴史教育っていうことをねじ曲げてるっていう事実も僕はあると思うんですけどね。でもやっぱり僕ら自身が自らやっぱり学んだり自分の頭で考えてこう歴史に向き合う、それは未来のために必要っていうか、やはり歴史を知ることで本当にいろんなことが分かるし、なんか同じことが出ないと同じことがとんでもないことが繰り返されてしまうという恐怖を感じるのでね。で今そういうなんかもうみんなが歴史とかをあまり勉強しないことをいいことに、ありもしない説がまことしやかにいかにも一つの学説ですよとか、こういうことがあるよみたいなことをものすごく偉そうにこう広がるっていう、そういう風潮っていうのはものすごく怖いなと思いますよね。そうですね。であとやっぱ思うのは、今お話聞きながらこう考えたんですけど、よくその右翼系の人がね言う、よく定番のセリフで、今の価値観で歴史を見てはいけないんだと。当時の人たちは例えば植民地があるのは当たり前だったし、男が女を差別するのが当たり前で、黒人はその選挙なんかできないのが当然であったんだと。それが当時の価値観で、その当時の価値観で歴史を見るべきだというね言い方があって、当時の人たちがどのような価値観で生きていたかということを理解するっていうのは僕は大事だと思うんですよ。だけどそれは歴史との向き合い方としては全然それは違う。今の視点から当時の歴史ってのはどう見直すか。歴史って常にその、あの時起きたことはどういうことだったんだっていうふうにこう今の目で見直すっていうのが歴史と向き合うことだと思うんですよ。それは何もその当時のことを全部全否定するとか、そういうことじゃなくて、今の視点でもう一度批評的に見るってことだと思うんですよね。そうじゃないと結局当時の価値観で見るんだって言ってる人は大体いまだに当時の価値観で生きてる人たちじゃないですか。それを再強化したいという人たちであって、さっきのなんて言うんでしょうね、ピーターごめんなさい、ピーターノーマン、ピーターノーマンの話、はい、あれ聞きながら僕は思っていたのは、今でこそなんて言うんでしょう、その公民権運動とかっていうのはやっぱり、はい、その歴史を前に進めた人々を解放した運動だっていうふうに我々思ってるし、そのようにこう歴史は語られてるけども、当時はやっぱりとんでもない過激派の運動であると、何を言ってるんだっていう話だったと思うんですよね。そういう中で、ピーター・ノーマンはその非常に孤独な決起をしたと思うんですけれども、それを当時の価値観で見るっていうのは全く馬鹿げていて、そうではなくて今の僕らの視点からノーマンのやったことやそれを取り巻くいろんな動きっていうのを見るってことが歴史と向き合うことだし、その困難さとかそういうのを見て、そうすると今の俺なら同じようにできるだろうかっていうふうにこう戻ってくるのが歴史と向き合うことだと思うから、本当に何て言うんでしょうね、そういうこう歴史と向き合うっていうのはもっとこう生き生きとその今のアクチュアルなね作業だと思うんですよね。どんどんそういうふうにいろんな人がやればいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。今おっしゃってること聞いてて、つい最近 NHK の広島でね、ありましたね、ツイッターでね、そう原爆当時の日記をもとに何かそれを書き換えてやってて、それもまさにその通りで、何か今からその歴史をこう見ていろいろ考えるっていうんじゃなくて、当時こうだったろうみたいなことを言えばそれが真実だみたいな、ものすごく危険なことがまかり通ってて、そうですよね、それをみんな受け入れてるなっていうのが、やっぱり恐ろしい状況になってるなみたいなことも感じたんですよね。歴史と向き合うっていうのはああいうことじゃないと思うんですよね。そうですね。で、僕は外国のね映画でいろいろこう最近この10年ぐらいですかね、いろいろそのこう何回かここでもこういうことやってるっていうのをいろいろ見ること、気がつくことが多いのは、かつての植民地時代のですね、例えばフランスがアルジェリアを支配した時代とか、あるいはなんだろうな、フランスのベトナムにおける戦争だったり、そういうその植民地下において支配する側とされる側がその対立がある。でかつての例えば
あのフランス映画だったらアメリカ映画だったら自分たちが支配する人々の姿っていうのは描けなかったと思うんですよね、うん、非常にカリカチュアした形でしか描けなかったと思うんだけども、そういう描き方をやめて、あの支配、自分たちが支配してた彼らも人間だったんだっていうことを人間として描く、うん、そういう映画がね結構ドイツ映画でもありましたし、あの多くなってきてるなって感じがあるんですよ。あのなんて言うんでしょう、あの植民地支配が典型だけども支配してる側ってされてる側のが人間の顔に見えないわけですよね、うん、それを人間であったんだっていうふうに見直すことによって、あの歴史と向き合ってる映画を通じてね、うんうんうん、そういう映画がどんどんその欧米でできてるし、まあ、中国映画にも韓国映画にもそういうものはありますよね。だから日本では非常にまあそういうものを見ることは僕は見た記憶がない。本当はそういう作業がもっとなされなきゃいけないっていう時に、まあ、広島のあれはもうその逆を言ってしまったという感じがしますね。ああいうことじゃないだろうっていう気がします、うん、あれ時間ですか、 なんかまとめた方がいいんですか。あ、僕にはまとめられませんか。加藤さんじゃあさ、これから、はい、この後また歌うんですよね、はい、トーキングブルース、はい、あと2時間ぐらいお話聞きたいんですけど、あのここの時間もありますので、この辺でじゃあ一旦あの切らせていただいて、じゃあ中川五郎さん続きを歌ってください。ぜひあのまたぜひ聞かせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、加藤直樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。新宿から京王線の急行に乗って15分、4つ目の駅が千歳烏山。南口に出て10分ほど歩けば村の鎮守様の烏山神社、その正面の鳥居をくぐってみれば烏山神社の鳥居をくぐった参道の両脇に4本の椎の木が高くそびえ立っている。それは今から90年以上前に植えられた12本の椎の木の今も残っている。4本だ。烏山神社の参道に椎の木が植樹される少し前のこと、1923年大正12年9月2日の夜の8時ごろ、烏山である出来事が起こった。神社の近くの甲州街道、
烏山下宿と中宿の真ん中あたり、烏山川に架かる大橋場と呼ばれる石橋の上でその出来事は起こった。それは関東大震災のあくる日のこと。関東ではデマが飛び交っていた。大震災の混乱に乗じて朝鮮人たちが暴動を起こし、井戸に毒を投げ込んでいる、そんなデマが飛び交っていた。警察も軍隊もそのデマを信じて、そのデマを信じて広めていた。烏山の村でも青年団、在郷軍人団、消防団の男たちが集まって自警団が組まれた。そこに飛び込んできた知らせ、朝鮮人のボートたちが乗ったトラックが烏山の村を目指して走っているという知らせ。大震災を逃れて西へ西へと向かう避難民の群れであふれる甲州街道、そこを反対側の都心に向かって夜の中を疾走する一台のトラック、烏山川にかかる石橋に差し掛かる。石橋は地震で一部は崩れ、橋の壊れたところにトラックの車輪がはまって、トラックは立ち往生。そこにやってきたのが烏山村の自警団員の男たち。手には竹槍、コンボ、飛び口、日本刀。トラックを運転していたのは府中の下河原の土工の親方、二階堂佐次郎。トラックが積んでいたのは工事の道具と米俵。トラックに乗っていたのは佐次郎の下で働く17人の朝鮮人の土工たち。その日佐次郎のもとに京王電鉄から連絡があって、地震で壊れた笹塚の車庫の修理のために土工たちをよこしてほしい、そんな依頼があった。佐次郎は自分の土工たちをトラックに乗せて夜の甲州街道ひた走る。佐次郎と自警団員の男たちの間で2、3押し問答があったが、トラックに乗っていたのは佐次郎の下で働く17人の朝鮮人の土工たち。自警団員の男たちはすぐにも凶器を振りかざして朝鮮人の土工たちに襲いかかった。凶行現場は大橋場と呼ばれる石橋の上、朝鮮人の土工たちは棍棒や飛び口で叩かれ、竹槍で突かれ、日本刀で切られ、ひどい怪我を負ったまま手足を縄で縛られて道端の空き地に投げ出された。17人
と土工たちのうち2人が逃げ出して、15人がひどい怪我を負った。知らせを受けて警官たちが駆けつけて、怪我のひどい4人が病院に運ばれたが、35歳のホン・ギペク、翌朝息を引き取った。事件の後警察に呼び出されて取り調べを受けた自警団員の男たち、その数は全部で50人以上。殺傷事件が立件されて12人が殺人罪で起訴された。その中では大学で教える教授もいた。少し時が流れ、烏山神社の参道に椎の木が植樹された。そしてもっと大きな時の流れの中で事件のことは人々の口には上らなくなっていった。60年後の1982年、世田谷区の広報課から世田谷区市世田谷区50周年を祝う郷土史の本が出版された。その本では大橋場の事件に触れて次のように書かれていた。烏山神社の参道に13本の椎の木が今も粛然と立っています。これは殺された13人の朝鮮人たちを弔うために、地元の人たちが植えたもの。しかし殺されたのはホン・ギペクただ一人。朝鮮人の土工たちは全部で14人。烏山神社の参道に植樹された椎の木は全部で12本。13人の霊を弔うと書いたその本の文章は摩訶不思議。そして真相が明らかになった。烏山神社の参道に植樹された12本の椎の木は、起訴された12人の自警団員の男たちが晴れて村に戻ったことを祝って、村の人たちが植えたものだった。その村の連合議会は起訴された烏山村の12人に温かい助けの手を差し伸べた。烏山村の不幸は烏山村だけではなくて千歳の村全体の不幸。千歳の村はこのように強く優しく美しい郷土愛に溢れるところ。地元の人間がこう言った。日本刀が竹槍がどこの誰か何をしたかなど決して問うてはならぬ。事件は未曾有の大震災と行政の不行き届きと情報の不確かさのなせる技。烏山神社の鳥居をくぐった参道の両脇に
4本の椎の木が高くそびえ立っている。それは今から90年以上前に植えられた12本の椎の木の今も残った4本の椎の木だ。残った4本の椎の木が90年以上後のこの国の姿を見つめている。木を植えるのは素晴らしい。木が育つのは美しい。大きく育った豊かな木、大きな木は大切に。残った4本の椎の木が90年後のこの国の姿を見つめている。90年後のこの国で行われていることを見つめている。90年後のこの国で繰り返されていることを見つめている。大きな木は素晴らしい。大きな木は大切に。でも僕は初めて思った。ぶった切ってやりたい大きな木だって。あること犠牲者を弔い被害者に謝るためではなく、加害者をねぎらうために植えられた烏山神社の参道の椎の木、今も残った4本の椎の木が100年近く後のこの国の姿を見つめている。100年近く後のこの国で行われていることを見つめている。100年近く後のこの国で繰り返されていることを見つめている。良い朝鮮人も悪い朝鮮人もみんな殺せ。そんなことを街中で大声で叫ぶ人たちが出てきて、それを見て見ぬふりをして何もしようとしない人たち、100年近く後のこの国の姿を椎の木は見つめている。変わらないこの国、変わらないこの国の人たち、変わろうとしないこの国、変わろうとしないこの国の人たち、同じことを繰り返すこの国、同じことを繰り返すこの国の人たち、変われないこの国、変われないこの国の人たち、同じことを繰り返すこの国、同じことを繰り返すこの国の人たち、変わらない国、変わらないこの国の人たちを、まるで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 祝福してるかのような、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 この大きな椎の木を、椎の木を、椎の木を、ぶった切って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 、やりたいと。ありがとうございます。